密閉式からこの通路式に変わっていくというあり方の変化は戦国時代にその走りを知ることができます。本来はお墓というのはこう遺体を入れて密閉して外界に通じる扉はその遺体の周りのところだけで全体としては外界に通じないというのが本来のあり方なんですが、徐々にこう扉ができていって外界と通じる。 魂が天に上がるのですが、時々お墓にも帰ってくるというね。こういう考え方が新しい考え方として出来上がっていっておると考えられる。それから、えっ、ー、とこの春秋戦国時代になりますと、こういった仏のお墓であってもこう上に大きな無理土をして、ここが立派な人のお墓だよということを誇示するというね。まあ、そういうようなお墓が現れてまいります。 まあこういうお墓が現れてくると同時に地下が宮殿に失礼れていくという風うな新しい時代の動向が伺えるあり方に変わっているわけで大きな森土の上にはお祭りの建物祭りの道を建設することもありますなぜここのお墓にお祭りのための堂を作ったのかまあ、そこら辺がまあ社会の変動というものの一端を示しておると考えられます